どこの角度が一番美しいかな、この花の育った土地、水、太陽、そういうものを想像しながら昔の人はお花を生けたんだと思います。生け花をやって30年近く、そして生まれた時から見ていて随分なりますが、そういう日本の命を慈しむ心、美しさを愛する心、たくさんでなくても鑑賞できる、そういう素晴らしい心を、たくさんの人に知っていただきたいと思います。どうぞ皆様も身近にある一輪のお花じっくり見てみてください。そこには宇宙があり、天があり、命があります。では今日も良い一日を。